はい、というわけでチョコマパレード、今月はやってきましたよ。9月のねチョコマパレードね。チョコマパレードっていつもちょっとやるの夜なんで、あんまりね声は張れないんですけど、やっていきたいと思います。ちょっと最近オセロニアというか、そもそもゲームをする環境が整えられなくてね、その時間がなくて、左上に見えてるクラスマッチのランク数と、そして、なんだっけ、サマーシャイン杯ね、全然やってなかったんですよね。だから次の何だっけ、シルバーファング杯みたいなのあるやん、何だっけな、シルバーラグーン杯ね、これをね頑張っていきたい。で今回のチョコパレードすごいですよ。もう強コマパレードとチョコマパレード合体したみたいな、こんな感じですよね。4回引いたら1回11人のサービス、つまり55回今から引けるわけですね。そして S の出現率が 1.5 倍、これもやるしかないですね。 5% が 7.5% に上がってますからね、震えるの待ったなしで、今度こそは爆笑を免れたい感じですね。おっと、ロードが長いぞ、来てるのでは。ちょっと夜中やからね、あんまりね声張れないですけどね。でもな、これでもしアマテラスとかミュウリとかアズリルとか、それこそビクトリアとか出たら発狂しちゃうんだよな。狂気乱舞なんだよな。狂気乱舞待ったなし。そこを抑えていくのが夜中のオセロニアをね、オセロニアの醍醐味。来い、やばいやばいやばい、初手11で震えへんかったけど、うっそ、これ S の S 上がってるほんまに。でも A4 枚来てるよ。はい、お願い。ポーリプスとか来た。おっと、これラーかな、持ってなかったか俺。お、あ、これ強いやつや。これね、新キャラいいですね。おー、いいで、あ、おきくるみいいよ、これスキラゲの可能性がある。じゃあもう一回いっちゃおうかな。頼む、そろそろエスコでね。まあ1回目あれでしょ、ちょっと様子見たんでしょね。お願い、超コマのね、超コマのエス欲しいんだよね。お願い、震えてください、震えろ。マジで、ちょっと待って、マジかよ、これ罠じゃないのか。やっちまったな。え、あ、でも A4 枚。ポリプス、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 ポリプス。はい、すいません、ちょっと友達から LINE 来てましたね。もう一回やってます。あと33連か。 S1 枚も出えへん可能性あるぞ、このこの流れやったら。はい、頼みます。よし来た、よし来た、よし来た、頼む。今までの流れを、遅れを取り戻した。2、3枚くらい来い。お、1枚目いいよ。2枚目、3枚目。2枚来た。来てるぞ、これ。頼む。お、ディルジ持ってんだな。あ、イベット。よっしゃ、これ当たりですよ。これはね、チョコマ限定のね、かなり強く。マジ？まあ、ディルジ好きだけのワンチャンあるからな。いやー、でも、この、ディルジ2連来るんであれば、来るんであればよ。超コマ1枚で欲しかったな、アズリエルな。ほんまアズリエル欲しいわ。頼む、そろそろ出そうか。お願い。マジか、マジで渋いな、超コマ渋いな。頼む、ポリプス、ポリプス出ていいんやろ。ポリプスやったら許すよ。乱量でもいいよ、レジでもいいよ。はい、レジ来た、よし。あ、これも新キャラですね、嬉しい。レジ、これスキラゲワンチャンあるぞ、いいぞ。レジスキラゲできたら、あ、ちょっと待って、ボックスいっぱいやわ。ちょっとスキラゲやっていくか。ね、おきくるみ確か出たよね。おきくるみ、はい。頼む、スキル上がってほしいな。コンボスキルは2の次でいいよ。よし、これは優秀ですわ、おきくるみ。あとは、デュルジ、デュルジ、デュルジ。デュルジスキル上がったら強いはず。私のデュルジスキル1なんで。頼む、スキルよ。コンボスキルは2の次よ。スキル。あー、まあコンボスキル上がったか。まあ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 。まあまあまあ、2体目。俺にはね、そう、2体デュルジ上がってるから、これ両方上がったらね、はい。あー、やばいな、ちょっとやばいな、ちょっとやばいな。あ、これも2体目か。よいしょ、スキル上がっちゃいましょう。賢い。コンボスキルか、まあいいんじゃない。んで、イベット当たりですよ、これ、嬉しいですよ。で、あとは、なんだっけ、あ、そうそう、レジ、ここ大事やねんな、レジ頼むよ。レジスキル上がったら相当強いんすよ、お願い。マジかよ。レジ上がってほしかったな、ちくしょう。あと何あったっけ、何当たったっけ。あ、ダークアサシン当たってる。ダークアサシン、これスキル上げワンチャンあるんですよね。ダークアサシン、よいしょ、ほい、お願い、いいね。で、あとはイザナミか、イザナミ、イザナミ、イザナミ、いた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 、イザナミね。はい、いいですよ。コンボスキル上がってるんですよ。スキル大事よ。お願い。イザナミのスキル上がってる。大事。オッケー。オッ
ケーよ、いいよ。あとこの辺、あ、そうそう、この辺も新キャラなんだよね。これ嬉しいね。ただ S がな、全然出ないんすよね。どうしたんすかね。排出率上がってるんですか、本当にこれ。渋いな。よし、じゃあ最後、そう、一回サービスで弾けるよっていうね、この可愛らしい腰のかけら、そう、ゼロ個で弾きますよ。ノーコスト、お願い、頼む、マジで S 出てくれ、お願い、 S、 超コマ、超コマの S、 アズリールお願いします、来い。ジークリートとかあの辺でも全然嬉しいですよ。グウェインでもいいんですよ、お願い。やばい、これオセノニア引退、引退あるかもしれない、これマジで55回引いて S2 枚で結構引退奪回来た、うん、やばい、 A 強い、 A 強い、来た、クリムヒルト、これ欲しかったんすよ。で、コカトリスも持ってなかったんだよな、来たわ、これ引退撤回ですわ。やったぜ。あ、そうだ、少なひこのも当たってる、少なひこのも当たってる、スキル上がっちゃいましょう。でもな、もうやっぱね、よく言うともっと欲しかったよね、Sね、全然出ねえな。まあ超困っていいとこんなんだからな、本当に。だって前回も100回ぐらい引いてさ、 S1 枚でさ、あの裏の方で引いてたんだけどさ、で何出てたと思う、あれファフニルなんだよな、微妙なんすよね。あ、これ欲しい、これ欲しい。まあこの辺もちょっと打っていこうかな。こんなに、うーん、こんなんいたんだ。まあまあ適当に打って、今回終わろうかな。よし、というわけでまあ結果はね、あ、そうだ、取得順みたいなのあったっけ、取得、あ、これだ、はい、こんな感じですね。でもイベットでかいな、超コマ限定の A がかなり揃いましたね。だってほら、アルーシャとかさ、あとこれ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 、アラクとか、これ超コマ限定の A なんですよ。今回初登場の A なんですよ。うん、まあなかなかありじゃないでしょうか、 A の部分はね。でも S が全然出てません。くそー、デュルジせめてスキル上がってほしかったな。俺のデュルジ頭悪いわ。うん、てな感じで、こんな感じでした。まあ超コマパレードね、皆さんやるときはね、本当にもう本当あれですよ、気合をね入れてください。出ないと出ません。はい、というわけで、超コマパレード55回回してみた動画でした。お疲れ様です、ありがとうございました。